ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます今夜のアンカーマンは産経新聞編集委員の安本利久さんですさあ今夜は何が見えたでしょうかはい、えー、小池さんが掲げる、えー、改革保守から、えー、総選挙の見どころ考えどころが見えました、はい とということでまあ今日も選挙の話をしたいんですが、えー、今日までにですね実質的にまあ民進党がですね回答しましたので、はいえー、その選挙の構図が見えてきたと思うんですねですからその際にまあこれまでの流れを整理して見てみようと思うんですがまず今回の事態を作ったホット はですね、安倍自民が急な解散を仕掛けたことですね、はい、でそれを受けてなんですが小池新党はまだ体制が整っていなかったこととそれから民進党はですね統制が低迷したままで、えー、このままで総選挙がもしあれば ダメだなという危機感を覚えていたので、まあ、前原さんとと小池さんが手を組もうとしたのが第2幕だったわけですねで前原さんの方は自主的に民進党を丸ごとですね希望に合流させようと考えていたんですが小池さんがいわゆるリベラル左派の人たちはまあ入れないという排除の原則を言い出し,い出したので、えー、入れなかった人あるいは入りたくない人たちが、えーみえー、立憲民主党という党を旗揚げしたと。はい、まあこれは が今日までの動きだと思うんですね第3幕まで進んでるわけなんですね、はい、で、ここまでのポイントはですね僕は小池さんが掲げた改革保守政党という基準だったと思うんですね、えー、具体的には安保法制を支持してその運営に運用に賛,、えー、賛成するあるいは憲法改正にも反対しないという政治姿勢があるか否か ということで、えー、希望の党が受け入れるかどうかを決めますということだったんですがこの背景にはですね僕は小池さんの政治家としての履歴があると思うんですね、はいえー、自民党時代には安全保障担当の総理秘書官もやっておられましたし防衛大臣女性で初の防衛大臣もされてたんですねですから、えー、その小池さんならではの 現実的な、まあ、政,治政治の見方があってですね、えー、憲法を守ることのみを主張して安保法制は今でもいらないと思っている人たちをですねもし入れたら、えー、政権を取った場合とても一体感を持って政権運営ができないという、まあ、読みとですね、うん、から今までの民進党の特徴をですね、えー、そういう人たちも抱えていますから、えー、議論をすると亀裂が出てしまうのでなかなか憲法に対する、えー 態度も決められなかったという民進党の体質をそのまま希望に移植するようなことになると嫌だなと、まあ、この判断でこの排除の論理が働いたと思うんですねで、まあ、あその結果として他有権者としてはすっきりしたなと思うんですねなぜなら三極対立の選挙戦の構図が決まったから と言えると思うんですね。は、うん、っきりと色分けがこれでされた、はい、わけですね。えー、3つ3局ですね。どういう3局かまず安倍政権を支える自民公明の与党ですね。まあ、公明はこの名前がふさわしいかどうか分かりませんが、一応この体制を保守と呼んでおきましょうね。で、希望とまあ、ここに維新も入るんですが、改革保守を名乗っている。 勢力ですねこれが第2局、うん、そして第3局として立憲民主党とまあ共産党そして社民党というまあリベラルと言っていいのか分かりませんがそういう人たちのくくりと。 この3局、ね、の3極の中でいわゆる保守という名前がついているところが2つできてですね、はい、そこから有権者が選べるということはですね有権者にとって僕は本当は望んでいたことだと思うんですね。というのはですね、えー、政権交代ができる政権交代ができる二大政党制が日本にも必要だよということは実は小選挙区制を導入した政治改革が行われた時からまあ叫ばれていたことなんですね。でその 中で、えー、民主党政権というものが一度生まれたんですが、はい、あしかしといいますが安全保障とか。 外交とか、えー、経済政策でですね現実離れしたリベラル色が強くて日本は僕は大混乱したと思うんですね。一一つだけ例を挙げますと尖閣問題ですね、えー、外交で非常に弱いところを見せたあるいは日米安保に対しても本当に必要かどうかは分からないような言動を繰り返した結果中国に野心中国の野心に火をつけてしまったので今日の事態を僕は呼んでると思うんですね。でまあこういう民主党政権から有権者が学んだのは大体国と というものは安全保障とか治安がしっかりしていってこそ経済活動にまあ国民は専念ができて経済が活性化するということだと思いますしその経済が元気でないと結局社会保障の充実を図ろうと思っても無理なんだというまあこういう構造ですね底辺に 安保とか治安の問題があって、その次に経済が乗っかっていて、さらにその上に、えー、福祉とか社会保障が乗っかっていると、まあ、こういう国の構造だと僕は思うんですね。えー、この構造をしっかりしてなくて、えー、一番上のですね福祉とか社会保障の充実充実を図っても、それは絵に描いた餅だという言えると思うんですね。で、だからこそですね、えー、安保とか経済政策で、えー、まあ、これは国の根幹だと思うんですが、そこの部分で。 ほとんど遜色がない2つの政治勢力が生まれたというのは選択の余地、まあ、ができたということで僕はいいと思うんですね。じゃあ次に有権者が考えなきゃいけないのはこの2局の中でどちらが今の日本に必要かということですね。はい、どの辺りポイントにして選んんだらいいんですか、ねはい、でですすかね一応 まあ、いわゆる保守ですねと、はい、改革保守という,う2つの政党のですね、えー、言ってることをちょっと見比べてみたんですね、はい、まあ今まで公になってる公約と政策からなんですが。 明らかな違いというのは、二点しかないんですね。えー、一つは、消費税をどうするかですね。えー、自民・公明は、えー、予定通り8、八パーセントから十パーセントに増税をして、そのお金を今までは借金の返済に使うということだったんですが、人づくりですね。教育とか福祉に充てると、まあ、こう言っているのが一つ。自民党側ですね。からそれに対して、希望の方は、えー、増税をせずに、凍結をして8、八パーセントのままに据え置いて、消費を冷え込まさせない冷え込まさない。 ということが今の日本には必要だと言っている点。これが明確に違う一点ですね。これもう一点はあ電力の原発問題ですね。えー、自民、公明の方は2030年までに原発への依存度を20%から22%にすると言っているのに対して、えー、希望はですね、えー、2030年にはゼロにする。いわゆる脱原発をまあ、目指しますと。 この二点が明確に違うんですね。ですからその二点でまあ見比べるということが一つの考えどころだと思います。それからもう一つ大きな判断点になるのは僕はトップの比較だと思うんですね。トップと言います。 と、えー、安倍 vs 小池、はい、と言ってしまいたいんですね,ですねまず安倍さんの方はどうかこれは多分に僕の個人的な見方が入っているのを承知の上で聞いていただきたいんですが安倍さんの政治家としての今の立ち位置はこうだと思うんですね、えー、外交を中心に安心感があるがおごりとか不正の匂いがし始めた長期政権のまあ、赤のようなものが少しまとわりつき始めたなという安倍さん はいえー、改革イメージを常にまとっているんですが決断力とか実行力とか人の使い方では少し、えー、疑問点がありますねという小池さんとどちらがあこの国のリーダーとしてふさわしいかという点も一つの考えところだと思うんですねでもう一つ小池さんに対して言えばおて表舞台に立たないかもしれないというこういうまあ一点があるわけですね、えー、政党のトップではあるんですが、はい、衆議院選挙に出ないというこ なりますとえー、これはもし、えー、希望の党が第1党になってあるいは連立も含めて過半数になった時に総理大臣誰になるんですかということが分からないままに、えー、今回の選挙に入るということになりますから。 本当に、えー、政権選択の選挙になるのかなという一点があると思いますねですからそのあたりも実は考えなきゃいけない選挙になると思いますねでその上でですね保守が2つ生まれたということは僕は歓迎したいので、えー、保守とは何かということを少し考えときたいんですね、うん、僕は保守というのは一言で言うと 自自分分ののことととはででですするるいいうう考考ええをを一貫しててて持っていてその尺度で政策を考える人たちだと思うんですね例えば経済政策にしても自分で立っていく事実ができてそして余力ができたらそれを福祉に回そうとあのまあ支える側に回るということですね安全保障にしてもまず自国は自分で守るんだということを前提に考えてどうしても足りないとこを外国に頼るまあこれは同盟ということになりますがそういう考えがある人たちだと思うんですね。そういういことをせずにまず まず、えー社会がえー、国が保障してくれるでしょうというような経済観だとかあるいはどっかの国が守ってくれるのが当たり前だというような安全保障観とか、えー、そういった人たちではない人たちがこれから日本の、まあ、大多数になってくれることを僕は望んでるんですがそのためにこの保守を名乗ってる2つの政党ができたというのは非常にいいことだと思います。アンンカーマンの目でした。